今日の相場ユーロ円です。ユーロ円ですけども、現在のところはどちらに動くのか、上がるのか下がるのかという起点に来ていると見ています。一旦天井をつけて下げてきて、上昇が入っているところですけども、再度上昇があると、この高値更新して上昇があるようだと、おそらくそのまま大きな流れで上昇していく展開になっていくと思います。また現在のところから下落していくようだと、そのまま下落していって、大きくは118円あたりですね、そこを目指して下がっていくのではないかなと。上がった場合は141円を目指して上がっていくのではと見ています。細かく、少し細かく見ていきますが、直近の上昇はこのトレンドラインできれいにサポートされていました。でそれを抜けて、で再度上昇するのか、で上昇するためにはこの直近上のトレンドラインですね、これを超えてくると上昇となっていくのではと見ていますが、現在はこのトレンドライン一度下げて調整が入ったところの安値ですね、ここを起点に引いていますけども、このトレンドラインを下に抜けてくるようだと下がっていく可能性が出てくると見ています。でこれをどちらに行くかを見極めてトレードしたいなというポイントです。ここが、一番高いところですけども、下げた場合はこの S8 がある117円後半ですね、この辺りが目標になってくるのかなと。で上昇していった場合はこの安値から1歳を引いて、この R8 がある141円付近、この辺りが目標になってくると見ています。ひとまず直近のサポートレジスタンス、どちらに抜けていくのかを見ておきたいと思います。次にポンド円ですけども、ポンド円も同じようなポイントに来ていると見ています。下落が入って一旦調整、調整かどうかわからないですが、上昇が入って、で現在 MA に頭を抑えられているところですけども、このまま抑えられて下落に転じていくと下がっていく、もしくはこの MA のレジスタンスを超えて高値を超えて上がっていくと上昇していく流れになると見ています。大きく上昇していく場合はこの安値から引いた1歳の R8、 同じく R8 がある163円あたりが目標になってくるかなと。下に抜けていく場合は141円あたりですね、この高値から1歳を引きますと、現在 S7 で止まっています。で S8 が141円ぐらいに行きますので、ここが目標になってくるのではと見ています。直近ですが現在は上昇して、高値作って一旦調整が入って、で今というところですね、またちょっと今垂れてきているところですけども、この安値抜けてくるとここからの上昇が崩れてきますので、そのまま下落に転じていく可能性も出てきます。もしくは一旦ここ抜けて安値作って上昇に転じるという可能性もありますので、それも考えておきたいところですが、逆にこの高値を超えてくるようだと上昇していくと見ていますので、そこからは買っていきたいと思います。どちらに動くにしても大きく動いてくる可能性がありますので、逃すことなくトレードしていきたいポイントと見ています。以上、今日の相場です。